竹雄さん申し訳ない、ちょっと俺サボタージュ全部竹雄さんに任せようと思って。あ、そう、ごめん、ちょっと僕ちょっとあんまり今考えられないんで、うん、任せなんで打ち合わせしてる。くる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 メイト、ちょっとね、自己紹介の時に今日はブチ切れないことを目標に したいと思いますって言ったんで、ちょっと初手のボタンが鳴らされた時にブチ切れようと思います。ちょっとそういうチャレンジをやっていきます。えらい、サボタージュ意識高くてえらい。茶色、水色、黄緑、ありがとうございます。誰だ、押したやつや。あ、俺俺俺、おい、切れてる、なんで押したんだよ、言えよ理由を。ごめんなさい、怖くい、おい、切れてる。あ、僕インポスター分かっちゃいました。誰これ、先端さんです。おい、理由を言えじゃあ。言ってみろよ。めっちゃ怒ってるから理由をよ。配電盤の前にずっといたんですよ。うん、いたいた。そしたら先端さんがやってきて、僕の姿を確認してるんですよね。それから O2 が鳴ったんですよ。なるほど。これ要するに先端さんが、あ、停電を起こした村やって刺して O2 を鳴らしたっていうことなんで。確かにちょっと頭冷やした方がいいかもしれないから、ちょっと霊界の方にね飛ばしてあげて、あ、そしたら頭冷えるかなと思います。センターさんの、俺はクールタイム、クールタイム、これちょっと待って、やめてお願い。今雲行き怪しいですよ。これ僕スキップ入れました。見せかけたの。ごめんって先生、ごめんって、仲良くしようよみんなで。いやでも、見せかけての、いや仲良くしようよみんなで、みんなで仲良くしようよ。夏目先生にも入ってスキップが少ないとやばいですよ。いや、どう考えても夏目は入る。僕はもう入れちゃいましたけど、頭冷やすのは誰なんだろうな。本当だよな。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。え、マジで？あ、ちなみに慎太郎さんの後ろに行って、お、サボタージュ意識高くていいね、うんうんって言いながら O2 直しに行きました。あ、そうだ、えらい、えらい、やばい、足だ、さあ、私の先生に譲るの、危ない危ない危ない、じゃあスキップ言ってよかった。俺でいいんだよな、やってくれ、ぶねー。慣れない切れ毛をするものではありません。ここまではできるはず。初手抜きできてるから。これで、一回カフェ戻った方がいいね。このタスクやらない方がいいでしょう。緑。で、サボタージュ待ちかな。これ黒。うん。粉。怖い。あらあら。あれ、なんかおかしくないですか？おかしい、おかしい。何が？え、何が？何もサボタージュ起きないですね。扉も閉まんないし。おかしいってどういうこと？怖い怖い。いやいや、そんな異常事態が起きてほしいっていうことですか？そうですね。そうなのか。そうですか。ちょっと相方何やってんだよ。あれ、今自分でやるよ。怒ってる。いや、でもこれいい戦法かもしれないですね。確かにメッドベイで怒ってたもんな。あの、竹雄さん、竹雄さん申し訳ない、ちょっと俺サボタージュ全部竹雄さんに任せようと思って。あ、そう、ごめん、ええ、ちょっと僕ちょっとあんまり今考えられないんで、うん、任せていいですか？打ち合わせしてる。申し訳ない。夜会話になってる。夜会話が。次何のサボタージュをやるかだけかん、あの話しとった方がいいんじゃない？あ、そうですね、今のうちに。どのサボタージュやるか。確かに。最初カフェテリアの調停の扉閉めだけできっちりやってもらって。その後その O2 とかリアクターとかどうする？コミュとかもあります。一回、まあおすすめは。どうだろうな、まあ、O2 さっきあったから一回 O2 とかどうですかね。そうね、一回 O2 で、うん、O2 もう一回挟む、右寄せてみたいな。さっきも O2 鳴らしたのに、クルーってハイブリだけですか？ここ全員インポスターです。あ、自白しましたね、これね、クルーであることをハイブリさん。あ、じゃあつられるこれはもう敵なんで。あ
そうなんだ。ズリちゃんやっちゃったね、これ。やっちゃったか、言っちゃいましたね。新車プレイが出ちゃったな。いや最初はね、やっぱ分かんないよね。やっちゃうんですよ、みんな。お前は狂ってるよ。ていくのああ、一票しか入んない。お前入ってるし。なんで入るの今。自投票、自投票。はい、はい、自投票、自投票。予定通り。いやいや、自投票、オツ。いや、ここよりこっちだった方がいいな。落ち葉の方がいいな、多分。落ちはならないと見た。これはもう行った方がいいね。オレンジはいはい、押し意識がすごい、うん、ただ押してくれるのはすごい嬉しいけど全くタスクが進まない。なんでですか。あ、ごめんなさい、僕は下手くそだからです、すいません。そうでしょ、はい、人のせいにしちゃダメなんですよ、そうやって。いや、ほんと申し訳ないです。ちなみにこれ、何目的で押しました？え、死んでないだろうなと思ったからです。強い。それはもう、単純に、だってタスクが進む、僕すいません、ちなみにタスク進んでるんですよ、一応。うん、めっちゃ進んでるんで、いいと思います。リアクターなって、そう、治った瞬間ぐらいだったら多分いけるかなと思って。あと、まあ一応、僕今、まあ、そもそもストレージにいて、コミュニティシールドって見て、その上、武雄さんとすれ違ってるっていうのもあるんで、うん、他の人が要は、だいたい左に偏ってるって見えてたんですね、僕目線ですけど。なので、まあ、鳴らしてタイミングでもしキルとか起きてても、まあ、多分30秒から40秒ぐらいの間なので、今、時間経ってるのが、まあ、結構割り出せるかなと思って、うん、正直死んでたとしても、かなり詰められると思ってボタンを押しました。いや、素晴らしいボタンです。はい、ちなみに、慎太郎さんはなんで押したんですかって聞いたんですか。僕はリアクターにたくさん人がいるときにリアクターのタスクしたかったんで。インポスターなのに。アメネコさんインポスターかなと思ってます。え、タケオさんと慎太郎さんのインポスターなんじゃないの。そうです、さっきだって扉縛りましたもん最初。嘘ついてたってこと。でもちょっと閉めるの遅かったですね、はい、そうですね、アメネコさんは通過していきました。遅かった。ちょっともうちょっとしっかり締めてみてください。ダメ出しが強人しかいない。え、結論これ誰に言えばよかったんですか。ちなみにスキップですよこれ。結論は結論夏目先生にですよ。あ、すいません、本当に死ぬ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 。話すなってこと。夏目話したらダメってこと。なんでハイブリさんと僕に入ってるんですか。ダメだよ話す。入れたの誰、どういうこと。右完全に終わるね。オーケー。いや、大津鳴らせって言ったのに、だから。もったいないな。黄緑、黄色、緑。あれ、ここはもったいない。けど、まあ、やろうか。ほらハイブリさんって言ったじゃん、だから。あ、どういうこと。シールドです。慎太郎さんが死んでました。右側に行ったのが、まず一番最初に僕、赤、水色、はい、黄緑、黄色、緑、黒も一応いました。右側、ちょっとすいません、これ配送にしなくて大丈夫ですか。え、なんで。え、インポスター死んでますよね。あ、大丈夫だと思います。あ、びっくりした。大丈夫です。バグじゃない。びっくりした。自決もできるんでね。自決もこのゲームできるんで。さっきまでのは全部嘘なんで、はい、大丈夫です。はい、大変失礼しました。僕の目線を話すと、LG さんが無理で、LG さんが、
まず時系列を言うと、カフェが開いた瞬カフェの扉最初にサボタージュを受けて開いた時に、センターが、ウェポン側から、カフェに来た、藤宮さんがウェポンのところに行った、で慎太郎さんと LG さんが O2 入ってったんですね、うんうん、で、ブリちゃんも右側に来ていて、でその後 LG さんは、僕と一緒に、ナビゲーションに入っていて、直前に見てるので、はい、LG さんほぼ容疑者ではないです。で LG 目線でも、本当に 1,2 秒前ぐらいに分かれたので、多分この字の左下ぐらいにいるだろうから、多分シールドやるのは無理かな、アメリコさんが無理かなってのは思います、うん、でセンターはどっから来てみてる？アドミンからです。アドミンからマシャカリさんとタケオさんがアドミンに一緒にいるのを見てるはず で、シールドが212になって、シールド方向から、シールストレージ方向に、抜けていきました。ハイブリさんがカフェから一緒に来てるから無理だと思う。行動聞きたいのは結構ブリちゃんで、ブリちゃんもいたじゃんナビゲーションに、最終アドミンの前まで行ってる。センターさんは見てないけど、下通ってるよね。下通ってるよ。センター会ってないんだよね。センターさんと会ってないと思う。いやごめん、何人かすれ違ったけど覚えてない。センターは会っています。センター目線は会ってる。ちなみにどこで会いました？ストレージとコミュニケーションの間。ストレージで3人ぐらい、うん、センター目線も的にはセンターさんの時系列が合ってるかなと思う。ゆりちゃんじゃない？違う？やってそう。おお。じゃないか。ピオス？ハンブル。プリッちゃんはちょっと道連れ対策でみんなで行きましょう、はい、うん、ナイスです。はい、ナイス。許せねえ。え？ね？ん？待てずにもうちょっと整理しとくと、何が？竹尾さんとマシャカリさん僕目線無理です。はい、僕目線二人は無理です。夏目さんとゾンキさん。ああ、自分目線竹尾さんが無理だけど、自分その後エレクトリカルに入ったので、アドミンにの情報でエレクトリカル位置ついてるはず。竹尾さんどうですか？そんな見てないです。ああ、アドミンの方が、まあ、左側に行ってるので、はい、アドミンの方が、まあ、僕見たときに、O2、1、ナビゲーション2だったんですよね。で、その後、多分センターさんが見たタイミングシールドに行ったのかな。藤宮さんも右でしたね、確かに。そうですね、多分 O2 が藤宮だと思います。はいはい、ゾニキの行動を説明します。壁遮蔽される前に左側に抜け、アッパーロアーリアクター、リアクター最終位置という感じです。誰にも会ってません。ゾニキさんはずっと左だったんですね。はい、そうです、うん、まあ、ゾニキさん目撃してないから結構その発言は信憑性は高いっすね。あ、でもアッパー行ってるの見てるからそれ嘘じゃないです。絶対1位嘘じゃないです。オッケーです。結構俺が浮き位置というか、俺めちゃめちゃそういう位置になっちゃっているのでしょうがないかなと思ってしまうが、まあじゃあ俺視点だったらセンターさんか、その後もう一人誰やったっけ、俺一緒に誰か、ストレージじゃないや、ストレージですれ違ってるのを覚えて、色覚えときゃよかったって思う。すげえ後悔してるけど、その二人が普通にインポスターだった可能性がめちゃめちゃ高いかな。俺一人で浮いてたから、俺キャン、アメネコとエレジーさんがナビゲーションで言ってるのは確認してるので、このアメネコが言ってること自体は正しいと思っているので。でも僕と LG さんがインポスターとかもありうるのかな、うん、一応そのブリちゃんもあります。そうだ、ただそれだったらセンターさんが、上に行くところとか見てたりとかしないかなって思うから、俺目線だとセンターさん、もしくはアメネコ LG さんまで行ってほしいかなって感じ、うんうん、一応遺言です。先端はチェックはしとくけど、ブリちゃんで連れてる気がしてるな。ボタン押せないです。最後までちゃんとやって。細く霧の瞬間を細く。押さない感じね。じゃあ死んでもいいからタスクをやる。ベント書かなかった今。
はい。やべ。寄せか。ありがとうございます。はい。リアクターアナウンサー誰ですか。ソニキフジミヤです。そこ竹尾さんいました。いや、いないですよ。竹尾さん見かけました。その左側で。行ってないです。行ってないです。左側弁当かと思ったんですけど。ああ。竹尾さんストレージの方から行って左に来てた気がする。はい。エレクトリカルの弁当の上に乗ってましたけど。やっぱり。それは見たんだよ。これは理由があるから。あ、なんですか。戦略的な。いや、弁当確認です。ああ、メトベイ。セキュリティとかそう。3箇所見れるから。ああ、いや、3箇所見れないんですよね。2箇所しか見れないんですよ。さすが弁当に精通している専門家。ちょっと専門家に口出してしまい申し訳ございません。やっぱごときが理由あるな。まあ、あと数個でタスク終わります。あ、ちょっと待った。ちょっとじゃあ、はい、ちょっと痛いみたいですね、LGさんが。あ、OK です。じゃあちょっとスキップ、あの、押さずに待ってますね、私。そうですね、トイレタスクが。あ、ちょっと進行もうちょっと止めましょうか。あの、はい、LGさんが聞けない状態なんで。なんか、なんかありますか？なんか面白い話。面白い話ね。うん、あと僕、あの、昨日なんですけど、朝の6時半に携帯鳴って、うん、結構ないんですよね。あ、だって なくないですか？って朝の6時半とかに電話かかってくるとあります？皆さん。なかなかないと思うんですよ。電話かかってますね。そうですね、僕もなんかほぼない経験だったんですけど、うん、電話出たら寝てたって言われて、寝てたアマンガスやろうって言われました。はい、あ、それくらいこう今熱があるんだなと思います、このゲーム。朝6時半に人を起こしてまでゲームをしたいぐらいやりたいゲームなんだなって。 どうしますこれ。 LG さん戻ってきてないのかな、これ。まずいっすね。大丈夫です。戻りました。あ、すごい。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 アメネコさん、ありがとうございます。いやいや、洗った？洗ってます、大丈夫です。完璧です。素晴らしい。ちょっと待って、ちょっと待って、なんで一票入ってるんだ？なんで一票入ってるんだ？エリーさん、キーボードの上に手洗い場所あるから。ソニキさん？ソニキさん？ソニキさん？え？リロある？これ。してるみんな。色あるの？お疲れ様です。ああ、多分セキュリティかリアクターだと。そうだよね。そうそう、セキュリティ誰いた？セキュリティ僕ですね。竹尾さんだ。え、ずっとなんか弁当の前にいましたよね。そうだね、弁当見てました。カメラついてませんでしたよね。そうだよね、だから確認しに行ったんですけど、途中でボタンが見に行きたい。いや、なんかタスクめっちゃ進んでますね、なんか。
ね、まあ終わりました私。あ、LGMもちなみに終わりました。終わりました。とっくに終わってます。僕あと1個です。僕はまだ長いのがあります。え、ちょっと待ってね。センターさんどこに死んでると思うんです。セキュリティ？リアクターだ。いや、リアクターでしょ。リアクターが誰もいなければそこです。リアクター最後。あ、いいっすか、喋って。リアクター多分最後で行ったの夏目先生じゃない？え？だってロアエンジンですれ違ったじゃん。あのエレクトリカルの方で。いいぞ。おっと。え、ロアですれ違った？ロアとかエレクトリカル。え、さっき直近直近も。まあ、でもカメラまで、それ自分、あ、ごめんなさい、それは、アドミンから、てか、マシャカリさんがめちゃめちゃ怪しくなって、自分、アドミンにいたじゃないですか、アメネコさんと藤宮さんが確認してるはず、はい、見てます。で、その情報を見て、セキュリティが光っておらず、リアクターも1と1だったので、自分が下からリアクターに向かう行動をしていたのに、マシャカリさんが、リアクターで殺したロアですれ違ったっていう証言はめちゃくちゃおかしく感じます。全くそれ言ってないですけど、殺したとは一言もすれ違ったら言ってしか言ってないですけど、だって怪しいって言ったじゃん。だってアドミン方向から言ってるのに、あのちょっと熱動が入ってて、熱動っていうか勘違いが入ってて、エレクトリまず怪しいって言ってなくて、あれおかしくなれいたよねって言っただけで、エレクトリカルの下の道で多分すれ違ってると思うんだよ。まあまあ、じゃあ怪しいわ。怪しいのは竹雄さん。竹雄さんは怪しい、いつも怪しいんですけど。だし、いや、あの、じゃあ、すれ違ったって。さんが2人で来たでしょ、そこら辺の証言って。あれ、どのタイミングでしたっけ、それ。あのね、最後と藤宮です。ちょっと僕、押せないんで、ちょっと夏目先生、一回押してもらっていい？まあ、でも、たぶん、夏目先生の話は、すれ違いが起こってるだけだと思うんで、はい。右から来た自分を、マシャカリさんは、死にしてる。それもちょっと次、話しましょう、じゃあ。あ、はい。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。あ、お疲れ様でーす。なんでみんなふざけてんのにちゃんと急にしだすのって言ってました。最初から真面目ですよ。まあ僕も真面目です。嘘つけ。いやいやいや。そんな絶対信じへんぞ、俺は。いや。最初から至った真面目ですよ。先ほど会議時間を使われてしまったので食材の意味を見てあ、最後僕がロアエンジンの方にいたんですよね。あ、オッケー。マシャカリさんがどこからどこに行くときにどっちから来てどう向かう夏目先生を見たかっていう言い方にしませんか。オッケーです、オッケーです。ロアエンジンから、エレクトリカルの下の道あるじゃないですか。でそこからストレージの道あるじゃないですか、はいはい、その、ロアエンジンからそのストレージの方に行く道の途中で夏目先生を失っただけです。だから夏目先生が殺したかどうかわかんない。どっち方向で捨て違ってるんですね。そうそう、だからごめん、ロアエンジンっていうのは語弊があった。それ自体が自分の白証明なんですよ。あ、そうなの。だってリアクターに死体があるあなたたちが十字路から下ってきた、その時の夏目が見に行く時の、すれ違ったタイミングでボタンが押されているので、すれ違ったタイミングではないかな、すれ違って少し下、ちょっと経ったタイミングでボタンが押されているので、うん、アドミンの情報で藤宮夏目が出した情報は、うん、リアクターセキュリティ11がついてて、セキュリティ光っておらず、うん、リアクターも1がついてたから行きましたっていう証言をしているから、その前に死体が、自分とマシャカリさんがすれ違った前に死体が起きてるのは確定情報じゃないですか。客観視点は、一応藤宮さんも証言で OK でいいですよね。はい、私も含めて OK です。アードニキさんも、まあ、ってなるので、うん、まあ、一応そのなんだろう、マシャカリさんが見た目線で怪しいっていうのは分かるんですけど、藤宮さんとドニキさんの証言も加味して考えると、まあ夏目先生がやった可能性はかなり薄い、うんうん、そうですね。あ、もうずっと殺してベントでエレクトリカル行ってもう一回来たみたいな、ずっと止まってたんだじゃん、位置が。だったら薄いし、マシャカリさんとエレジーさんが2人で来られたじゃないですか。どのタイミングでしたっけ、それって。それ違ったタイミング。ああ。で、そこら辺の証言とお互いで何も言い合わないのかなって思います。あと、竹雄さんの話とかもしないのかなって思っちゃいます。竹雄さんの話ちょっと聞きたいけど、最後10秒ぐらいしか。竹雄さん、うん、僕はセキュリティのベントで、エレクトリカのメドベイセキュリティのベントをずっと見てました。動きがなくて楽しかったです。釣れてるけど、まあ話聞いてないしな。もう一回マシャカリさんが見たんでしたっけ、竹雄さんの姿は。竹雄さん見てない。タスク頑張ってよ。ドニキさんとか見てるよ。セキュリティの弁当用。エレジーさんも。エレジーいました。白いな。アメネコあんなにふざけたのに、なんでこんな
ちゃんと議論綺麗なんだろう。腹立つな。アメリコさんは正統派じゃないですか、プレイ的には。すごい綺麗にやるな。本当に2個しか見えないんだ。あ、本当だね。やっぱ上の視野の方がやっぱ狭いですね。ですね。あー、なるほど、そういうことか。うん。あー、2個しか見えない。あのエレクトリカルからの弁当だとメッドベイの、あ、あのマシカリさんが、殺してました。アドミンの情報を見ようとアドミンに入ったタイミングでドニキさんを殺してるマシカリさんを見ました。 あの弁当でスーパーマンみたいに飛んできて殺してました。目の前で。あ、だからこの、まあ、あ、僕と夏目先生のロラデイス、はい、アスクがあと多分藤宮だけなのでつながっていいと思います。マシャカリ終わってます。あ、じゃあタスクで終わらしましょうか。いいじゃないですか。なんか藤宮さん、ちなみにどこタスクです？今あのエレクトリカルのダウンロードなんで2つあるってことですかね。ダウンロード、あー、2つありますね。ロードがあるかな。でも多分ゲージ量的に、ハイブリさんで連れてる前提で行くなら間に合うから釣らなくて OK かな。なんていうか、すみません、勝率を上げるっていう話だけをしてしまうとなんですけど、うん、はい、例えば、ここで釣らないっていう選択をして2浪残ってると、まあ、はい、うん、負けると思うんですよ、ダブルで。あ、そうですね、確かに、はい、釣った方がいい。で、もしそもそも1浪落ちてるとしたら別にまあどうやっても勝ちなんですよね、うん、そうですね。だとすると、今やるべきことって2浪落ちてない、だからブリちゃんが違った場合に、あ、夏目先生かマシャカリさんがどっちかインポストで、かつ相方も生きてる状態だった時に、もしそのインポストのうち1インポスト釣れると、まあ、それも 100% 勝利だと思うんで、ほぼ勝利に近づく。だから今回はなんか釣る方が強い、はい、釣りたいです。釣ってタスク勝ち狙いぐらいですね、が一番丸いっていうか勝率が上がるっていうか、2人は釣りきるのが、ね、先端さん殺した時に自分まあ無理なので、てか僕も慎太郎さんの時無理だし、まあそれハイブリさんだ。それはハイブリさんって話で釣っているので、いいじゃん。藤宮さんがタスク終わるか2人釣り切るのか先か勝負しましょう。どういうこと？28秒ぐらいで押してます。藤宮さんどっち入れました？合わせます僕。あ、夏目さんに入れました。え、あ、マジか。え、それってさ、あ、そういうこともある、ね、そういうこともそうだね。じゃあタスク頑張ってもらう感じで。はい、ボタン押せないんだよな。ダブルキルや。ダブルキルやってなんだね。今ダブルキルって声聞こえましたね。うん、これ負けかな。頑張れみんな、頑張れ。いやでもこれワンチャンタスクじゃなくてサボ負けがあるかもしれない。トニキさん、あ、はい、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、マイクミュートになってました。ドニキさん、はい、はい、実はあ、お疲れ様です。ありがとうございます。すみません、先ほどごめん、ごめん、申し訳ありません。いやいやいや、ごめん、いやいやいや、僕がもう、なんかちょっといろいろあれです、あの、あれです。いやいやいや、全然そんなそんな、申し訳ない、自分もちょっとサポートできずに申し訳ない。いやいやいや、申し訳ない、本当に途中でエレジーさんがあるってずっと言ってた。いや、夏目先生の位置が違うんだったらエレジーさんしか自分してないなと思って。ああ、僕はなんか単純に視点が全然整理しきれてなかったです、ごめんなさい。いやみんなそんなに狂った議論してるのに急にまともになられるから怖かった。確かに急にガンズメ、確かに。いや、まあ、あのスイッチのオフ大事なんで、やっぱりちゃんと正解大事。なんかそんな急にデジタルでパチンって切り替えといてほしいな。いや、本当夏目先生ごめんなさい、あの僕が足引っ張っちゃったんで申し訳ない。いや全然全然、いやごめんなさい、ちょっとね、もう次、いや頑張りましょう。サボタージも自分してなくて、ハイブリさんはもうしてないみたいな、自分がしないといけない。いやでもあれ案外強いかもしれないですね。みんな分散するので。あれいつセンターさん殺したの分からなかった。めっちゃ前。
あ、めっちゃ前か。ゾニキさんがレポートしてくれたと思ったら、なんか引き返して。あ、マジっすか、見えなかった、ギリギリ下探してたんですけど。あ、じゃあ、あれめっちゃうまかったんだ。あ、ごめんなさい。いやー、視野外だ。ドアのベントから飛んで、先端さんを殺した後、リアクターのベントで上からアドミンに入って、いや、申し訳ない、それは。みんなで情報を見て下からリアクター戻ったみたいな。うん、なんか、二郎あんのかと思って、なんかびっちゃびっくりしてた。あー、そうなんだ。申し訳ないっす。ギリギリ見えてるかなと思ったんですけどね。あとなんか、口を詰めなってごめんなさい。いやー、申し訳ないです。ごめんなさい。ちょっと申し訳ない。花粉症なんでちょっと許してください。でもじゃあしょうがない。すげえ、花粉症免罪符にするのやばすぎんだよ。今審査がもうしょうがないって言ってくれたし。しょうがないですね。僕も花粉症だからしょうがないねじゃあ。あ、どうだったんすね。申し訳ない。でマシャカリさんの疑いは割と真っ当ではないけど合ってたってことですね。だからね。そのまあちょっと時系列が違った。誤解はあったけど。時系列は逆だけど。時系列が逆だったからそれ言われたからじゃあエレジーさんかなと思ってた途中から。うんうんうん。これさっさとタスク割らしてボタンを押そうってことしか考えてなかった、ごめんなさい。あ、ちなみに藤宮さんってなんでわかったの？すげえって思ったんですけど。いや、あのアリバイ作りだったら完璧に殺せたって思ったんですけど、まあ、何が悪い？抵抗してる感が必死すぎるなって、そんな別に。あの、あれですよ、だから弁明するあれもないのかな。マシャカリさんからのなんかあの発言殴られた時の、返し方とかも確かに必死だったんで。だ結果的になんかマシャカリさんのあのなんていうか殴りは良かったのかもしれないですね。あの時系列は合ってなかったですけど、あれで情報というか、うん、結構引き出せたみたいなのあったのかもしれない。いや、俺も結構急になんかスイッチ入ってきたから、おなんだなんだと思って、なんか来たぞと思って。